はい、では久々の高橋良樹のシネマ館配信を行いたいと思います。再起動1人目の監督をご紹介したいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、玉突きの夢という映画を監督しました田口圭太と申します。よろしくお願いしよろましくお願いしす。ます。すみません、長い間休んでまして、再起動1本目が監督のはい。作品になりました。よろしくお願いします。はい、よろはしい、くお願いします。久々なんでうまいこと言うかどうかが 分かりませんけども、はい、ここ来る前にもちょっと手間取りましたけども、はい、玉突きの夢なんですけどね、ちょっとポスターだけを見ちゃうと、こう、現代の中、ビリヤードの物語かなと思ってたんですけど、実は拝見すると全然違った感じでしたけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、玉突きの夢は、戦前を舞台にしたビリヤードのお話になります。当時、四つ玉というビリヤードが戦前に流行していて、そのことを題材にして、簡単に言いますと男女の恋愛の、ラブストーリーになっています。ね、昭和ロマン漂う作品でしたね。はい、ありがとうございます。この今の時代によくこの雰囲気を出せたなっていうのが初めの第一印象にありました。特にそうね、です。極端なセットを使うわけではないんですけども、小物がね、すごいレトロな小物がいっぱい出てきたっていうのがありまして、その辺、大変じゃなかったですか？ そうですね。もう本当に自主映画でこうやっている映画なので、もともと予算がこうない中でどうやってこの映画を作るかっていうところで、ただその美術、今回その群馬県の下仁田町で、ほとんど撮影したんですけれど、そちらに残っているこう古いビリヤード場をお借りして、でそこを改装する形で、であと、小物ですね、こう小道具だとか、こうそういう重要なものはこう割とこだわってこう自分で買い集めたりしながら、その物語に配置していったという感じです。意外と うん、無駄だっていうか、出費が多かったね。その辺の制作自体は少なかったけど、監督の出費が割合多くかかってしまったっていう。そうですね、こう中で登場するこうカメラだったり、あとこう飛行機だったりとかっていう、あと壁に貼ってあるこう世界地図だったりとか、こう戦前のポスターっていうのも自分でこう買い集めてこう美術に生かしてましたね。まあ、もう映像的には、まあ、その辺も見てほしいんですけども、まあ、お話的にもね、すごくはい。はい。簡潔に、60分少しの、ね、作品に収められて、歴史もんなんでね、割合こう長く作ろうと思えば、いろんな話を付け加えてできるんですけども、今回は、まあ、一応主人公2人っていうか、に絞った展開ですね。そうですね。物語の背景としては、その1939年を舞台にしているので、こう日中戦争が起こっていて、で太平洋戦争直前というこう、日本、だんだんこの娯楽とか自由っていうのが失われある世界を舞台にしてるんですけれど、もともとその自身の祖父が生きた青春時代を映画にしたいのが一番最初のスタートなので、なので、戦争の是非だとか、歴史的なこう検証っていう意味合いで映画を作っていなかったので、こう時代劇にならないようにといいますか、もちろんちゃんと調べては作っているんですけれど、あくまで男女のラブストーリーっていうことを考えながら、で結果的にその61分の映画になったんですけれど、それ以外の要素っていうのは、あまりこの映画の中ではこう語られていないっていうような映画になったかなと思います。そうですね。そのビリヤードの話に偏るんではなしに、やはり根本的にね、恋愛映画ですよね。だからすごくなんかこう2人がこうくっついていくっていうのが割合早いというか、ね、こう一目惚れみたいな感じですよね、どっちかっていうとね。その辺が我々、初々しいなと思いながら見ました。ありがとうございま す。そんなにこのすごくこう嫉妬的な話でもないし、本当にこの昭和ののんびりさを感じるというかね、そういう恋愛の描き方でしたよね。そうですね、その1939年ということで、
まだこう日本がこう日本国内では戦争が行われてない、こうちょっと戦争っていうとちょっとどこか遠いこう異国で行われてるものっていう、まだちょっと日本にこう自由さとか、なんていうんですかね、豊かさというか、まあこう余裕というか、なんかそういうものがあった時代を舞台に描きたかったっていうのがあるので、今回の時代設定になりました。ね、すごくロマン的な恋愛やなと思いながら拝見しました。もう現代劇とはちょっとね、また違う感じで拝見できて、ほんわかする作品でしたね、全体的にね。金井さんとね、一回インタビューさせていただいたことがあって、彼も久々にこの主役級のね、役っていうことで拝見させていただきましたけど、ね、すごく演技派ですよね、金井さんもね。そうですね、今回のキャスト、オーディションで選ばせていただいたんです。金井さんもこうオーディションに来た中でこう、朝次郎をこうやってもらうのは金井さんだっていう、もうそれ以外ないなっていうふうに思いまして、選ばさせてもらって、で、金井さんはそのビリヤード経験はなかったんですけれど、決まってからこう一緒にこう四つ玉のルールを覚えるところから始めて、で練習をルールが分かる方に教えてもらいながら、その後は金井さん自身がこう一人でこう自主練っていう形で通われて、で本当に本番直前まで、まあ下仁田で泊まり込みで撮影してたんですけれど、その撮影期間中もずっと実際のロケ地になった道球場でこうビリヤードの練習をしていたのがすごく印象的ですね。そうですね。違う、ちょっと動画で拝見したら、金井さんがどうしても違う役でもいいから、もうこの作品には関わりたかったっていうのをね、おっしゃってて、それで、思いでも、主役になれたんで、ね、よかったですよね、それはね。すごい熱意があったんですよね。そうですね。で、それに共演するね、辻さんの演技もすごく良かったので、ね、この2人の組み合わせっていうのは良かったですね。そうですね。本当に、さんもこの岸野っていう、こう、ある種、ちょっとこう、あまりこう自由ではないその男女の格差とかこう支配的な時代の中で、こうなんかこう自由に生きているというか、自由な思考を持っている人間みたいなものを体現してくれたのがこう辻さんかなというふうに思いましたね。そうですね、ここがあまりにもそのですかメジャー系出てはる演技派の人が出ちゃうと、ちょっとそこが鬱陶しいんですけどね、それがなかったから、すごくもう本当にこう映画の中に入っていけたっていう演技でしたね、お二人ともね。我監督の思いもすぐに組み込んでっていう感じの演技だったわけですね。そうですね。もう演技としてはもう監督としてはもう満足ですよね。もちろん、こう素晴らしい芝居で、こう自分が想像してた以上のものにしていただけたなというふうに思っています。だからもう本当に映像と物語と演技とがもうバランスよくできてた映画だなと思いました。で、よくね、映画出てはる山口さんもね、出てましたね。今年何本出るんやっていう 出演作がすごく公開されてて、ちょっとしか出ないですけど、やっぱりね、この方も演技派ですよね。そうですね、山口大志さん、その熊野っていう、まあ、主人公の岸野がこう囲われている屋敷の、まあ、設定としては軍需工場の、まあ、社長で、妾を2人囲っているっていう設定なんですけれど、そういう、こうなんかこう雰囲気だけでそういう、こうものを持っているというか、そういう説得力を持っている人だなと思って、今回こう選ばさせていただきます。で、本編もいいんですけどね、あまり言えませんけど、ラスト好きですね、この終わり方っていうのがすごいなと思いましたね。予想外ですね、ラストが。ラストが。エンドロールの手前のとそうでこすろね、で、そうですね。そうですね、実は今回、もう戦前、1939年が舞台の映画なんですけど、冒頭と終わりが実は現代のパートになっていて、それでこう、まあ、主人公の2人がこう再びこう巡り合うっていうような、こう実はちょっとこう終わり方になっています。ちょっとその輪廻っぽいね、終わり方がね。そうは我々、最後でグンときましたね。また、ああ、そうかっていう感じでね、よかったですね。そこが、あんまりネタバレになっちゃうからあれだけどね、そのままの状態で終わらなかったっていうのは、すごく、またこの作品の一つ魅力かなっていう感じで拝見させていただきました。ありがとうございます。
ね、だからもう、これ我々、その年齢層広くね、見れる作品になってますよね。そうですね。本当にこう、それこそこう当時を知っている、ね、まあ、もうなかなかいらっしゃらないですが、80代の方も懐かしい気持ちで見ていただけると思いますし、その若い10代とか20代の方も、こう現代に通ずる恋愛の映画としてこう見てもらえるんではないかなというふうに思っています。そうですね。コピーのね、人間は遊ぶ道具、動物だっていうところに惑わされないで見てほしいですね。なんかこれを見ちゃうと、本当にビリヤードの一本の映画かなってね、このこう女性ビリヤード師が頑張っていくような感じで、どうしてもビジュアル的には思うんですけど、全然違いますんでね、そうね、ちょっと味わって見てほしいなっていうのがあります。はい、非常にそうです気に入った作品でございます。そういう、もう画面の隅々でもいろんな要素がありますからね、さっき冒頭で言いましたけど、その辺もね、やっぱり見てほしいですよね。そうですね、美術、あとこう撮影も今回こう、スタンダード、4対3のスタンダードサイズで撮っていこう、まあ、下仁田の街で基本的に撮影してるんですけれど、そこの外光というか、光なども入れながらこう、物語の空気を作っていけてるんじゃないかなというふうに思っています。こちらが10月14日土曜日から、ジュースをシアターセブンと、神戸元町映画館ですね、の方で関西は上映が始まりますので、一応、監督も舞台挨拶来られる予定で。そうですね。今のところ、初日と2日目、14、15と、初日は、主演の辻千恵さんも一緒に挨拶登壇させていただいて、2日目も来ますし、なるべく自分はその後もこう上映終わりまで毎日劇場に行けたらなというふうに考えていますので、ぜひお越しいただけると嬉しいです。皆さん、感想を、ね、直接監督の方に言っていただければありがたいなと思います。もう次回作とかも構想はあるわけですか？次回作、そうですね、すでに撮り終わっている映画が2本長編ありますので、またそれをこう公開に向けて動いていきたいなというふうに思っています。また、新作も楽しみにしておりますんで、まずはね、この玉突きの、ね、夢、これ、関東は一応上映終わったんですね。そうですね、東京での上映が終わって、そうですね、はい、東京と群馬での上映ももう終わっています。で、いよいよ関西で皆さんに見ていただくっていう感じですね。ぜひともね、本当気軽に見れる60何分なんでね、それ見ていただいて、でも内容は本当に60分以上の作品の内容が詰まっていると思いますんでね、その辺も堪能していただきたいと思います。ぜひともちょっと微力ですけども、関西、動員なるように応援させていただきます。ありがとうございます。今日は忙しい中ね、出ていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。